いやもうタイトル通り素晴らしきかな人生。本当にね、みんなと愛を語れる映画だと思いますし、いろんな人生のヒントを与えてくれる映画だと思います。人生についてもね。松下さん、お願いいたしそうます。ですね。自分のこの映画を見てすごい、感動したんですけども、自分に置き換えてみると、自分の近くにいる人たちが知らないところで、自分のことを思って行動してくれてるんだなとか感じたりとか、あとは逆に行動に移したり言葉にしていくことの大切さも感じれたし、なんかすごい優しい気持ちになれた映画でしたね。感じた。感じた、はい。この間ね、これはもうプライベートではなくてね、ディーン・フジオカさんとお仕事一緒だったんですけど、やっぱりこう感じるものありますよね。全然年上なんですけど、いやなんか一番最初デビューの時に朝ドラで会ってるので、その時は隣に座っての顔合わせだったんですけど、初対面で。その時に飴を一つだけあげたんですけど でもその時はね、とってもワイルドで、ジーンズに T シャツで、本当はなんか素敵な子だなと思ってたんですね。それで飴ちゃん一個だけあげて、大阪のおばちゃんじゃないけどあげたんですけど、でもあれはあれよっていうか、もうすごいね、人気、何でしたっけ、役と。五代さんだ、五代さんだ、ごめん。で、まあ、でこの間お会いした時にはもう本当ソフィスケートされてというか、もうなんかますますピッカピカに光っていましたけどね。やっぱなんかそれを愛とは言わないかもしれないけれども、やっぱり私にとってはとってもそのエステ行くよりもいい刺激ですよね。いい人と会ってると。松下さん、いかがでしょうか。そうですね。僕もやっぱ最近朝ドラ やらせていただいてて、実際その自分の役柄的に兄貴分みたいなところに、高良健吾さんにがやっていただいてるんですけど、と一緒にやっぱ共演させてもらってて、年齢的には3つぐらい先輩で、実際この世界でも先輩ではあるんですけど、何と言いますか、すごい先輩なんではあるんですけど、後輩に気を使わせない気遣いに対してすごい愛を感じますね。なんかすごい優しい、本当に優しくて、けどすごい男らしく、先輩として、実際プライベートでもね、結構現場で食事とか連れてってもらうこともありますけど、なんかそういうところで先輩からの愛は感じましたね。ダウンタウンの方はなかなか今すごくファッショナブルになって、とっても楽しいお店ができてるのでね。あれどこで、ちょっとごめんなさい、どこだっけ、としきないミーか、トパッキあ、ミートパッキンだ。ミートパッキンというエリアが私はおすすめですね、今。松下さん、いかがでしょうか。ニューヨークでデートはしたことないので想像でしかないですけど、僕が好きなのはブルックリンビレッジを、ブルックリン側の方に来たところのに、なんかちょっと広場というか川沿いになんか公園っぽくなってるところがあって、そことかは結構すごい素敵な場所かなって思います。多分冬行くとめっちゃ寒いんで入れないと思いますけど、いいかなと思います。そうですね、一応人間ですから、ないことはないですけども、そうですね、一途に、でも一途なタイプだと思います。山田さ自ん分で言うののあれですけど。タイプはいかがでしょうか。分かんないな、今日は なんて初言っめていいてかお会いし分かんたないけですど、よね。いやでも、やっぱり一途なのかもね、しっかりしてらっしゃると思いますね。そうです頑か。張ってね、これからどんどん恋しそうてですね。ね。これ、どん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 年上の女性もいいですよ。そうですね。そうそう。すべてがうまくいく人生なんてありえない。誰にでも訪れる人生の試練。プラダを着た悪魔の監督が人生の乗り越え方教えます。素晴らしきかな人生。